ですよ。ね、いやいや、今なんか見事だったですね。スピーディーな攻防。体を入れ替えたように今コーラテホルが今開きましたけれども。お、見落としたらたまに、これ見たいですね、たまには。投げてしまう。黙って感じですよね。もう頭下がってますね。こういう技を見せられちゃうと。でも大丈夫ですよ。南選手またこの、あの前からの言う、はい、すぐに教え込むじゃないですか。お、こんなもんじゃないんだよ。なんだそのドロップキックはというね。いやいやいや。わあ。音がすごい。エナチョコドロップキックじゃ先生のね目をごまかされないぞと、そう言わんばかりのラリアット。塾の先生みたいな、そういう言い方。またこの髪の毛が乱れてきた後の渡辺も面白いですよ。あ、今結びを取ったですね、取りましたけども、ちょっと江口系髪型のわけですね。はい、いいじゃないですか。いないんですから誰も。おしゃれですね。誰もやらないことをやるべきですよ、僕らは。あっと、ポイント。おお、危ない危ない危ない、ね、上となる選手が上に乗ってますからね。はい、そう簡単にブリッジで返しませんよ。うん、前川今日はこの返し技でスモールパッケージ、まあ返し技でも何でもとにかく動くことですよ。いです、はい、何もしないのが一番いけないですよ。うまくかわして前川、ここから何があるか。ブル様にこれが前川だというのをね見せたいところでしょう。構え投げ、バカ野郎というところでしょうかね。やはりね、先輩の洗礼は非常であります。さあ、そしてまた南リング中央に引きずり出して肩通り腕を取っていきます。この辺りもちょっとね、後ろに回られるとちょっと前川がなすすべがないという感じになってしまうのがちょっと歯がゆいところなんですけれども、うまく体を入れ替えてほしい前川。顔面をマットに叩きつける南。いいですね。あ、2リフトってまた古風な古風な。でもまた南がやると先輩になっちゃいますね。なんかよくやっぱ高校なんかでも下から膝蹴りぶっ込むというのは喧嘩の上等手段と言いますかね。カメルクラッチ、きっちりきっちりとポイントを抑えながら戦っていくこの南鈴鹿でありますね。まだ前川選手不甲斐ないというかね、はい、うん、何もちょっとできないですよね。何をしなくちゃいけないかというのは、とにかく休みなく動き回るんですよね。若々しいがむしゃらさというか、そういったものを見たいですよね。まあ、攻めながらも南あたりそういったこう向かってくるような姿勢っていうのをね期待してるんじゃないですか、やりながら。また、運動能力はすごく高いわけですね、はい、そういう選手なわけですから、まあ、そのあたりは南やブルも認めてるところですからね、期待が大きい分、もちろんその分の愛の無視というのもね大きくなっていくんでしょう。逆水平、そしてブレンバスター。渡辺はこのクラスに対しては厳しいですね、攻めが。あっとちょっと崩れたが、今前川もね、前川も今なんかがむしゃらに回転固めしがみつくようなね、そういうがむしゃらさんが欲しかったですね。隙があったんですけれどもね、渡辺もなすすべなく。おっと、今ブル様がリング様にヌンチャクを手にしましたけれども、さあ、ここでブル様がヌンチャクを手にしたままリング上だ。さあ、さあ、クリッパと美しいヌンチャクさばき、もうお約束というところであります。さあ、パワーボムに行こうというところ、南がフォローに入って裏カンナナか、ブル様に裏カンナナ。このあたり渡辺智子も自己主張があるのか。さあ、スープロト、
何があるのか。帰ってきたのは鋭い両腕でした、ズル中野。そしてハイアングルパワーボマムの、おっとブル様どこに流れてるの相変わらずな。いやしかし南のポーカーフェイス、おっと飛ぶのか飛ぶのか、早くも飛ぶのか。さあ南が狙いを定めているが、渡辺智樹が抑えて見事に飛びに行った。横飛べってやつでしょうね、はい、南の得意技でありますけども、まあ、何やっても上手い選手ですからね、はい。さあどうやら今度はブル様を捉えたね。あっと、あ今前川が場外から後方、あしかしこの辺は確かに南うまい。カウントどうか、カウント2。だんだんあの南の拳入ってきますね、はい。ボディースラム割と簡単に、今なんか割と簡単にブル様ボディースラムやっちゃいましたよね、はい、膝の剣山が待っていた渡辺智子。渡辺も重そうですね、しかしね、うわぐちゃっというパイルドライバーカウント、左足がサードロープエスケープ。渡辺智子とブルン中野の様相であります。さあセカンドロープに足をかけたところでもう体を預けていった。そして南が青コーナーミサイルキックか、あボディアタック、カウント2。あそして渡辺が今度はムーンサルトアタックか、たまには成功するかって言おうとしたらやっぱり失敗してしまった。やっぱりちょっとかわいそうだったですね、はい、はい、前から前からいけ、前からいけ、吉田氏のロスキック、あのこうやってチャンス与えてやるんですね、ブル様の方でね、はい、さあブル様の親心が今見られたところで、親心なんて言ってたらなんですけどね、ちょっと違うんですけどね。でもそういう風に見えちゃいますよね、このクラスがあるんでね、まあ、おっとブルサも早くもギロチンじゃないか、ギロチン、おっとおっとここでギロチンを出していったね、カウントチン、宮城逆転。いやいやブルサも14分16秒ギロチンで送るにより相方によりブル中野選手のホール勝ちでございます。ブル中の前川久美子選手組の勝利でございます。いやそれにしてももっともっとこうね一歩引いて前川にやらせるのかと思って、いやまだまだあの前川にそれだけの何でしょうね、うん、技のボキャブラリーがないというか、なるほど、いや飛ばしていきましたブル中の、あっという間